今日のフレーズは Lean back please。 どうも、秘密基地キです。美容師英会話1日ワンフレーズということで、本日覚えていただくフレーズはこちら、 Lean back please。 これ意味はもたれかかってくださいかな、合ってる、はい、そんな感じかな。これ主にっていうか、まあ使うところは美容室っていうところ のシャンプーの時ね、うんうん、こうセット面からシャンプー台に連れていきます。でタオルしてなんちゃらして、あでもあれだね、今時自動なんかな椅子。まあとりあえずこのもたれ手に体重かけてくださいっていう意味でもあるかな。 Lean back please。 Lean back ね、なんかかるみたいな感じだろ。 Lean、 そうですね、もたれかかる、もたれかかるみたいな、もたれかかってくださいっていう意味になります。なんでまあ主にアシスタントの方が使うフレーズだと思うんですけど、うん、結構こう椅子だけウィーンって上がっていって本人ずっと直視してるってあるからね。ああ、なるほどね。倒れてって思う、あるよね、その時に Lean back please って言ってあげてください。はい、じゃあお願いします、発音。はい、 Lean back please。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  これは please lean back でもいいでしょ、別に。そうです、ね、please は最後、初でも最後でもね。はい、まあこれはシンプル、もちっちゃいからね。あ、ちっちゃかった、短い分だからね。うん、すぐ覚えてください。はい、じゃあまた最後に今日もみんなで復唱していきましょう。お願いします。 Lean back please。 Lean back please。OK! はい、これを使ってシャンプー台に落とした後に使って倒れてもらえるようにね、しっかりやってみてください。はい、ではまた明日お会いしましょう。バイ。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひお願いします。それではまた明日お会いしましょう。